こちらの絵をご覧ください。木の上に男性が2人いて下には熊がいますよね、はい、突然ですが皆さん2人はこの後どうなると思いますか、はい、このように作品の見方のヒントになるような問いかけが設置された企画展が鹿児島市立美術館で開かれています。桜島が噴火しているこちらの絵画、横のパネルにはこんな問いかけが。私が実況してみました。南岳が赤い炎を上げて噴火しています。青い空にも灰色の煙がもくもくと上がっています。鹿児島市立美術館で開かれている企画展鑑賞入門見るを楽しむ。会場には美術館に所蔵されている油彩画や現代美術など21の作品が展示されています。それぞれの作品に設置されている問い、作品と同じポーズをとってみましょう。あなたの知っているパンダとどこが違いますか？見る人が作品と向き合うきっかけになればと設置されました。高さおよそ2メートル、幅120センチのトンネル状のこちらの木の作品、あなたが気になる部分はどこですか？学芸員の前野さんと考えてみました。中にあるふさふさしたものが何なんだろうって私は思いました、はい、実はこれ彫刻刀でですね削って、この柔らかい何でしょう、突起物っていうんですかね、作ってありますね。外側が、まあ、日常で、内側が非日常みたいなことをですねイメージされていて、前野さんは作品の内側をこうイメージします。個人的にはですね、なんか人間の入ったことないですけど腸の中とかこんな感じなのかなとかちょっと思ったりですね。訪れた人の中にはこんな見方も。多分木なんでしょうけど、数年前に稲刈りしたのちょっと思い出しました。このように問いがあることで見る人それぞれが知識や感性を働かせながら見ることを楽しめます。聞かれたことでもっとその絵が膨らんでいく、それはなんかあるかもしれない。自分の中でその思ったことを、まあ、考えるだけみたいな感じなんですけど、こう問いがあるとなんて言うんでしょう、自分が気にしてないところから、その絵に注目するっていうことができて面白いですね。各問いは期間中ですね入れ替えもしますので、まあ、できれば2回3回作品を隅々まで見てもらってですね楽しんでいただければなと思います。この企画展は鹿児島市立美術館で来月19日まで開催されています。一人ではもちろんですけれども何人かで行って語り合うとさらに面白いですね。面白いですねこれね、はい、